おはようございます、ケンです。テスラの自動運転ソフトの FSD が中国市場で大きく進化しているかもしれません。また、その精度は中国メーカーの自動運転システムと比べても、テスラは少なくとも1世帯先を行っていると評価されているんです。さらに、テスラは中国市場での競争に勝つために、新型の 低価格モデル Y を準備中。もしこのモデルが日本に来たら EV 市場は大きく変わるかもしれません。ただ、その前に一つ大きな問題があります。それがトランプ政権の関税戦略です。これがテスラの価格や市場にどんな影響を与えるのか、今日は詳しく見ていきたいと思います。まず最初のトピックは、トランプ政権の関税がテスラに与える影響です。 これが意外と大きな影響を及ぼしそうなんです。どういうことかと言いますと、テスラにとって一番の脅威はライバルメーカーだけではありません。実はアメリカの政治がテスラのビジネスに大きな影響を与えようとしているんです。現在トランプ政権は新たな関税戦略を進めています。 もしこれが実行されるとテスラの製造コストが上がり最悪の場合価格が引き上げられる可能性があると言われています。テスラはすでに世界中の様々な地域で工場を運営し部品を調達しています。しかし一部の重要なパーツは国内調達が難しいため輸入に頼らざるを得ません。ここに関税がかかると直接コストアップにつながってしまいます。 では、具体的にどんな影響があるのか。まず、製造コストの上昇です。テスラはできるだけコストを抑えながら EV の価格を維持しようとしていますが、関税によってコストが上がると消費者向けの価格も上がる可能性があります。特にこれまで価格を抑えるために戦略的に値下げを行ってきたテスラにとって、これは大きな問題です。そしてもう一つ大きな問題が輸出です。 アメリカ国内だけではなく、カナダなどへの輸出車両も関税の影響を受ける可能性があります。そうなってくると、北米市場全体でテスラの競争力という点において、他社も同じ影響を受けることになりますが、関税の影響でどのような影響があり、結果がどうなってくるのか、少し読みにくい状況になりつつあります。 実際テスラはこの関税問題について懸念を示していて、状況によっては製造拠点の戦略を変更する必要が出てくるかもしれません。 では次はテスラが世界最大の EV 市場である中国でどのような戦略を取るのか今現在テスラだけではなく各自動車メーカーにとって中国市場での結果がかなり重要な要素ですそして時代はもう自動運転時代に入りつつありますこれはテスラだけではなく中国企業も自動運転に力を入れているからです 次のセクションでは、テスラの自動運転ソフトの FSD が中国市場でどのように進化しているのか、そして中国メーカーの自動運転技術と比べてどれくらい差がついているのかについて見ていきます。 では、ここからは中国の FSD の進化とテスラの戦略ということで、テスラが中国市場で勝ち抜くために今最も力を入れているのが FSD、フルセルフドライビングの進化です。現在、テスラの FSD はアメリカではすでに多くのユーザーが使用していますが、中国ではまだ正式に展開されていません。しかし、ここに来て大きな進展がありました。 テスラは中国テクノロジーの大手バイデューと協力し、FST の精度を向上させようとしているんです。 具体的にどういうことなのかと言いますと、バイデューといえば中国のグーグルとも言われる企業で、ナビゲーションシステムや地図データの分野で圧倒的な強みを持っています。今回の提携により、テスラはバイデューの詳細なナビゲーションマップ情報を活用できるようになりました。これにより、FSD はより正確に中国の道路状況を把握し、最適なルート選択が可能になります。 実は中国の自動運転技術はテスラとは全く違うアプローチをとっています。例えばファーウェイやシャオペン、ニオ、リオートなどのメーカーは主にライダーを使って自動運転を実現しようとしています。ライダーはレーザーを使って周囲の物体を認識する技術で確かに精度は高いんですが問題もあります。 最大の問題は、ライダーシステムはプログラムされたルールに従って動くため、柔軟な対応が苦手だということです。例えば中国のブロガーさんの情報によると、テスラの FST と中国メーカーの自動運転システムを比較した結果、テスラは少なくとも一世代先を行っているという結論を出しています。そしてそのブロガーさんによると、テスラの FST はまるで人間のように直感的に運転するということ、T0 では一時停止して安全を確認 ににししし歩行者や自動車にも優しく全体的にスムーズな運転を実現していいると言います一方で中国メーカーの自動運転システムはライダーに頼りすぎているため突然の状況変化に対応しづらい T 字路で適切に減速しなかったり複雑な都市環境での走行に苦労するケースが多いそうです つまり、テスラの FST は AI による学習型システムで進化を続けているのに対し、中国メーカーの自動運転システムはルールベースでの運用に留まっているということです。この違いが今後の市場でどのような影響を与えるのか非常に注目されています。ただし、テスラが中国市場で成功するためには FST だけでは不十分です。今、テスラが最も注力しているのは 低価格の新型モデル Y の投入です。価格を抑えながら競争力のある EV を提供することで中国市場でのシェアをさらに拡大しようとしています。では、この新型のモデル Y はどんなモデルなのか、そして日本市場に影響を与える可能性があるのか、次のセクションで詳しく解説をしていきます。では、ここからは新型のモデル Y の廉価版なんですけれども、中国市場での戦略ということについて見ていきます。 テスラが中国市場での競争に勝つために今最も力を入れているのが新型の低価格のモデル Y です。ここ最近中国の EV 市場はとにかく競争が激化しています。特に BYD をはじめとする中国メーカーが安くて高性能な EV を次々に投入してきています。テスラとしてもこの流れに対応しなければいけません。そこで登場するのが今話題になっている低価格版のモデル Y です。 では、この低価格帯のモデル Y は何が違うのか、現時点で分かっている情報によると、基本的なバッテリーやパワートレイン、シャーシは現行のモデル Y とほぼ同じですが、コスト削減のために一部の装備が変更される可能性があります。例えば、内装の素材がビーガンレザーからファブリックに変更されたり、ガラスルーフが省略されるかもしれません。これにより生産コストを20%以上削減し、より低価格で 提供できるようにする戦略です。現在、新型のモデルバイはすでに中国で大きな話題になっていて、2025年1月の発表後、予約開始からわずか5日間で約6万台の注文が入ったと言われています。さらに2月末からの納車開始後も、週ごとの登録台数が増加傾向にあります。これはテスラが中国市場で再び勢いを増している証拠ですが、一方で競争はさらに厳しくなっています。 BYD は同じ時期に販売台数を90%以上増加させていて、テスラが今後どこまでシェアを維持できるのかが注目されています。そのためこの人気車種の廉価モデルを販売し、さらに販売台数を増やそうとしているっていうのが今回の話になります。ここで気になるのは、この低価格の新型モデル Y が日本市場にも投入されるのかという点です。現時点では中国市場向けとして開発されていると考えられますが、仮にこの低価格戦略 が成功すればアメリカやヨーロッパそして日本にも展開される可能性は十分にあるでしょう日本市場では ev の価格がまだ高めで普及が進みにくい状況が続いていますしかしこの低価格のモデルはのように手が届きやすい価格帯のモデルが登場すれば日本でも ev の普及が一気に進むかもしれませんあとは実際の価格と使用がどうなるのか次のニュースが楽しみなところとなっておりますはいということで今回のニュース をまとめますとまずはトランプ政権の関税戦略によりテスラの価格や市場戦略に影響が出る可能性があります。 二つ目は FST は中国市場で進化し、バイデュートの提携でさらに強化されています。テスラは一世代先を行っていると評価もされています。そして三番目に新型モデル Y が中国市場で爆発的な人気を集めていて、低価格モデルの導入でテスラはさらに販売を促進し、シェアを維持しようとしています。では皆さんはこの低価格の新型モデル Y についてどう思いますか もし日本でも販売されたら買いたいと思いますかそれともまだ様子を見ていたいですかやはり僕としては値段だと思います。今のモデル Y が550万円ぐらいします。20%コスト削減で20%値段を下げて440万円です。 もう少し下がって390万ぐらいまでになるとかなりインパクトがあるのではないかなと思いますがどうでしょうかまたテスラの FSD が中国メーカーより一世代先を行っているという評価について皆さんはどう思うでしょうかぜひコメントで意見を聞かせてもらいたいと思います。最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は10ドル近く上昇し249ドルとなっております。 はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。 です。昨日は朝の6時から株式会社ナノトップの社長さんからナノトップの説明会をしてもらいましたこちらに関してはまた YouTube 用に動画を撮り直してアップしたいと思います毎日皆さんの生活の中で洗剤は必ず使っていると思いますその洗剤ですがどの洗剤を使うと環境にいいのか昨日はかなり勉強になりましたナノトップに関してはオンラインショップのリンクを概要欄に記載していますので興味がある方はご覧ください,使い方 などに関しては僕が運営しているエコライフというオープンチャットで情報交換していますので興味がある方は来られてみてくださいそして本日はオンラインサロンブレイクの読書会です今日はちょっと怪しいけど参考にする程度で考えると知っておいて損はないそんなお話をします信じろとは言いませんけど参考にすることで結構生き方も変わるんじゃないかなと思う内容を紹介します オンラインサロンは最初の2週間は無料にしていますので、ぜひ今日のこの情報はこれから先生きていく上で知っておいて損はない情報だと思いますので、興味がある方は来られてみてください。信じられないと思う人も多いと思いますが、信じるのではなくて参考にするというのがポイントになります。ぜひね、興味がある方は来られてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた